親愛なる皆さんへ。今起きていることは、言葉では表現しきれないほど大きなことです。それは、人が理解できる範囲を超え、宇宙の量子メタフィジックスの領域まで及んでいます。私たちは今、加速度的にアセンションへと向かっており、このプロセスは2032年には完了する見込みです。その結果、私たちは単に集合体として古いプログラミングや古い役割の演じ方、嘘や欺瞞、分離、分裂、戦争にはもう関与したくないと感じるでしょう。私たちは単純にこれらのことにはもはや興味を持たなくなります。代わりに統合をもたらし、コミュニティを結びつけるものに感化されるでしょう。私たちは地球上で生きるのに十分なものを提供するホリスティックなライフスタイルに興味を持つようになります。そして私たちは母なる地球に対して与えることにも焦点を当てるようになり、そして地球から取るだけでなく、消費するだけでなく、実際に彼女に還元するようになることでしょう。私たちはハートと魂、そして大きな愛を持って働き、生活し、愛を持って奉仕し合い、お互いを高め合い、これまでのすべてを超えて新しい黄金時代を共同創造していくことでしょう。私は前にも述べましたが、光の共同体を見せてもらったことがあります。それは完全にアンカーされたホワイトフレームの壮大な神殿、普遍的なキリストエネルギーの黄金の神殿、そしてあらゆるコズミックレイの神殿を、そしてミステリースクール、高位司祭職、そしてすべての男性、女性、子供が、私は私であることの中で、一つとして、神聖を完全に受け入れる姿を見せてもらいました。すべての人々は、独自の魂のギフト、才能を大いなる全体に大きな愛と献身を持って貢献するでしょう。統合と調和が人生の道となり、それは新人類だけでなく動物、鳥、昆虫、すべての生きとし生ける者たちも同様です。すべてが健康で活気にあふれ、生命力と長寿に満ち、喜び、美しさ、調和、祝福が溢れる、そのような未来が待っています。私たちは、再び、宇宙を横断することになるでしょう。私たちは、スペースシップで宇宙を旅し、再び、銀河系の船や銀河の評議会にアクセスすることができるようになるのです。光の兄弟姉妹の皆さん、私たちは、この瞬間のために何千年もの間、この地球上でずっと準備し続けてきました。そして私たちはここに到着したのです。私たちは今ここにいるのです。あなたのハートと魂をこれまでにも増して大きなレベルの愛、そして愛されること、そしてこの上ない奇跡へと開いてください。神聖なる刻印はあなたを全く新しい人生と新しい始まりへと導いてくれるでしょう。私たちは祝福され、また他の人たちに祝福をもたらしています。私たちは無条件に愛されています。そして私たちはすべてのものを変容させる愛の存在です。私たちは新しい黄金時代の愛そのものなのです。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンでの応援、よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。